もあったから流れとしてまあまあ認めやすいなんとなくっていうようなそういうような考え方もあるっていう話ではありますけれども、はい。で、日本はどういうふうに見てるのかということで、実は朝日の3面ご覧いただきましょう。各新聞が、共同通信も含めて世論調査の結果をこの新聞には出してるんですが、東京オリンピック・パラリンピック延期予定のやっぱ 63% ということで、非常に延期を望む人が多いということであります。円グラフ見ると延期が 63%、 予定通りや開催っていうのは 23%、 中止っていうのもまあ、そうなんですね。そうですね、予定通りっていうのよりもやっぱり予定通りは無理だろうという人が多いということであります。実はね、日刊スポーツには共同通信の世論調査の結果、まあ、こちらはもっとなんか単純化した問いになっているので、できる、できないっていうことで、できないが7割、できるが2割、まあ、これはいいことか、そういうことは聞かずに、もっと